チャールズ・スティーブ・コックスはアメリカ合衆国カリフォルニア州出身の元プロ野球選手である。2003年に横浜ベイスターズに所属した。モナーク高校在学時の1992年6月1日に開かれた MLB ドラフト5巡目でオークランドアスレチックスから指名を受け入団。アスレチックスではメジャー昇格できないまま1997年11月18日に MLB エクスパンションドラフトで、タンパベイデビルレイズへ移籍した。1999年には、マイナーリーグ3エダーラムブルズで打率。341.127打点の成績を残し、首位打者、打点王の2冠王を獲得して、リーグ MVP に選出されたほか、同シーズン終盤には、メジャー初昇格、同年9月19日には、メジャー試合初出場を果たし、 翌2000年から2002年まで3年連続で100試合出場、2桁本塁打を記録した。特に2001年以降はデビルレイズの一塁手レギュラーに定着し、2002年シーズンは148試合に出場して16本塁打を記録し、同年までのメジャー4年間では通算378試合出場、打率262.39本塁打を記録していた。 2002年12月9日、日本プロ野球のセリーグ球団横浜ベイスターズは、新外国人として、コックスをタイロムッツと共に獲得したことを発表したほか、デビルレイズも、翌12月10日に、コックスを横浜へ、金銭トレードしたと発表した。横浜は、同年に貧打に悩まされて、リーグ再開に沈んでおり、新監督、山下大輔が、 左の強打者の獲得を熱望していた。また当初は同年限りでヤクルトスワローズを退団したロベルト・ペタ・ジーニの獲得に動いていたが失敗したため代わりにコックスを獲得した。契約内容は遺跡金100万ドル、年俸275万ドルの3年契約で、新外国人の年俸としては当時横浜球団史上最高額であり、4番候補として大いに期待された。 コックス本人としても2002年の年俸28万ドルから約10倍となる大幅増であった。なお同時に入団したウッズは年俸5000万円で外国人枠の関係上ウッズは同じ一類一種の座を争うコックスの控えとして位置づけられていた。ところが、昨日ワン春季キャンプに参加していた2003年2月7日にソウルイ練習でスライディングした際に 右膝外側半月板を損傷した。その後2月12日に半月板の一部を切除する手術を受け、当初のチームドクターの見立ては、術後2週間でランニングができ、4週間後には実践復帰できるため開幕には間に合う、というもので、同年3月14日にはオープン戦のヤクルトスワローズ戦に出場していたが、手術で調整が遅れたことにより、 開幕一軍メンバーからは外れた。内視鏡手術後の回復が遅く、一軍昇格は5月14日だった。2003年5月15日の対読売ジャイアンツ第7回戦で、NPB 初出場を果たすと、5月18日には、タイヤクルト第9回戦で3回表、ウッズが、花田正人から、満塁本塁打を放った直後に、自身の打席を迎え、初級を右翼席へ、 ライナーで運んだ。これが18打席目での NPB 初アンダー、及び初本塁打となる1号ソロ本塁打となった。しかし、デビュー14試合目の2003年6月2日、対広島東洋カープ8回戦で2回表の、走塁中に、左ふくらはぎを痛めて、途中交代し、15試合目の2003年6月5日、対ヤクルトスワローズ11回戦にて、 中村武の代打で出場したのが最後の出場機会となった。2003年6月22日には2月に手術した右膝の検査、リハビリのため米国へ一時帰国したがそのまま復帰のめどが立たなくなり同年に年俸5000万円で入団しながら大活躍を果たしたウッズとは完全に評価が逆転する結果になってしまった。 最終的な成績は15試合出場、10安打、1本塁打、7打点と、現役メジャーリーガーとしての期待を完全に裏切る。結果に終わり、右膝の回復が思わしくなかったことからシーズン、終了後の2003年11月28日に、契約を2年残して解雇され、同年12月2日付で、NPB コミッショナー事務局から、自由契約選手として公示された。 このように横浜では全く戦力にならなかったコックスだったが、コックスと横浜の契約は2年契約を前提としたものだったため、コックスの代理人は、翌2004年分の年俸支払いも要求した。結局、横浜は2年契約分の年俸と3年目の代償金も合わせて、総額で700万ドル以上を払うことになった。解雇の理由として、チーム運営部長、佐々川博は、 中途半端な状態で置くと、現場が、起用法に困ると述べたほか、球団社長、峯岸進も、授業料にしては高すぎたとコメントしている。また、毎日新聞記者、二平和也は、この回雇劇を2003年12月4日、東京有刊記事にて、コックスは、ヒット1本3200万円と再開、横浜の低迷を象徴する、お荷物選手になってしまい、 球団幹部も不良再建処理とこぼしたと表現した。2004年はどこにも所属せず、同年12月24日にフルス・デビルレイズとマイナー契約したが、翌2005年シーズンはマイナーで19試合出場しただけで5月23日に解雇された。MLB 時代はたまに逆らわない広角打法を武器に中距離打者として活躍しており、来日当初は 球団ファンブックにて NPB では年間20から30本類でも期待できるパワー。4番候補と評されていた。ありがとうございます。